皆さん、こんにちは。スマホのコンシェルジュです。今回は大半の人が知らない Wi-Fi が遅くなる本当の理由、IPv6 への切り替えで解消できるについて説明してまいります。最近、IPv6 オプション、V6 プラスなど耳慣れない言葉や文字を見たことがあるという方も多いかと思われます。この IPv6 を利用すると 今利用している光回線がさらに速くなり、より快適にインターネットを利用することができるようになります。光回線が遅かったり、光回線が徐々に遅くなっていく根本的な要因についても解説してまいります。また、現在利用している IPv4 が使用できなくなる時期もやってきます。この機会に IPv6 がどのようなものなのかを一緒に確認していきましょう。 スマホのコンシェルジュの YouTube チャンネルでは、スマホの基本操作から不具合時の対処方法、毎日の生活を便利にするアプリについて多数の動画で紹介していますので、ぜひそちらもご参照ください。また、ぜひチャンネル登録もお願いいたします。それではまずはじめに IPv6 とはどのようなものなのかを一緒に確認していきましょう。 IPv6 も従来型の IPv4 もデータをやり取りするための通信規格になります。別動画でも説明していますが、データのやり取りをするには IP アドレスが必要になります。IP アドレスはデータをやり取りするために割り当てられるインターネット上の住所になり、必要不可欠なものになります。この IP アドレスが従来型の IPv4 では 約43億個しかなく足りなくなってくる可能性が出てきています。その解決策として IPv6 という新たな通信規格が登場し、ほぼ無制限に IP アドレスを割り当てられるという通信規格になります。それでは IPv6 と従来型の IPv4 の大きな違いについて一緒に確認していきましょう。一つ目の大きな違いは、 IP アドレスの数になります2つ目の大きな違いは従来型の IPv4 ではルーター側に ID とパスワードを入力し認証するという作業が必要でしたが IPv6 ではこの認証作業が必要なくなるという違いがあります。こちらの2つの違いについてもう少しだけ詳しく見ていきましょう。ままずは IP アドレスの数になりますが IPv4 は0と1で構成される二進数が32桁あるため2の32乗で約43億個の重複しない IP アドレスを提供することができます。一方で IPv6 では2の128乗まで重複しない IP アドレスを提供することができるためほぼ無限に近い数の IP アドレスを提供することができます。 ipv4 の43億個の ip アドレスでも十分多いように見えますが世界人口が約70億とすると仮に一人一つの ip アドレスを割り当てたとしても70億個の ip アドレスが最低でも必要になりますそのため ip アドレスが将来的に不足する可能性があるということが以前から指摘され続けていますこの問題を解決するという観点からも ipv6 の通信規格に 置き換わるのは、タイミングの問題になると推察することができます。IP アドレスについてもう少し詳しく知りたい方は、別の動画で詳しく説明していますので、こちらの動画をご参照ください。動画説明ページにもリンクを掲載しておきます。二つ目の認証作業の違いになりますが、こちらの違いは厳密には接続方法の違いに起因しています。 接続方法としては、従来型の IPv4 で利用されている PPPoE 接続方式と、最新の IPv6 で利用されている IPoE 接続方式という2種類の接続方法があります。従来型の IPv4、PPPoE 接続方式は、認証作業が必要になります。そのため、ルーター側で ID とパスワードを入力し、その認証を、 盲集端装置という NTT 側と ISP をつなぐ部分に設置されている装置で行っています。そのため利用者が増えるとこちらの認証をするための作業が増え回線が混雑遅延するという状態が発生しています。遅延が発生すると認証待ちをする状態になり回線自体も混雑し速度が遅くなるという悪循環が起こりやすくなり 結果として回線が遅いと感じるようになります。一方で最新の IPv6、IPOE 接続方式は、事前に利用者登録をするため、猛集端装置を経由する必要がなく、そのため認証作業自体も不要になり、回線が遅くなる要因がなくなります。高速道路に例えると、IPv4 は ETC があり、 ETC の前で渋滞するような状態になります一方で IPV6 は ETC のない高速道路になり渋滞する可能性が少なくなります従来型の IPV4 で回線速度が遅い回線速度が徐々に遅くなってきている気がするという症状が発生する主な要因はプロバイダー ISP と NTT をつなぐ 盲集単装置が原因になっていると推察されます。盲集単装置自体は利用ユーザーの認証作業を行い、各プロバイダーに振り分けるという作業を行っています。振り分けを行うこと自体にも問題はありますが、一番の問題はこちらの運用ルールになります。この盲集単装置は1万セッション、1万ユーザーに近づくと 新たに増設するという取り決めがあります。回線の最大速度自体は 1GBps になるため、仮に単純計算で1万ユーザーが利用した場合、1ユーザーごとの割り当ては 100Kbps になります。増設当初は利用ユーザーが少ないため、割り当てられる回線速度が多くなり、回線が速くなります。一方で利用ユーザーが増えてくると、確実に通信速度が 落ちていくという構造になっていますここでの重要なポイントは1万ユーザーを超える見込みがないと盲集単装置が増設されないという点になりますまた年々通信量が増えている中で1ユーザーごとの割り当てが 100kbps というのが自流に即しているのかという点も問題になります加えてこちらの盲集単装置の設置費用を NTT が負担している点も 簡単には増設されない、ルール変更されない要因になっていると推察されます。繰り返しになりますが、IPv4 の接続方式は、構造上の問題から、基本的には回線速度が徐々に遅くなる仕組みになっています。それでは IPv6 の話に戻りたいと思いますが、IPv6 で使用されている IPoE という接続方式にも、 課題があります IPv6 の最大の欠点は閲覧利用しているサイト側でも IPOE 接続方式に対応する必要があるという点になります現実としては IPOE 接続方式に対応しているサイトはまだほとんどないというのが実情になります現時点で IPv6 に対応しているサイトは Google や YouTube などの動画配信サイト 大手 SNS サイトになりますそのため IPv4 のみに対応しているサイトも閲覧できかつ IPv6 の利点も活かせるような仕組みが必要になってきます IPv6 自体は従来の PPPOE 方式による接続方式と最新の IPOE 方式による接続方式の両方に対応しているため どちらのサイトでも閲覧することができます。問題点としては IPv6 に対応しているサイトへのアクセスは早くなりますが IPv4 のみに対応しているサイトは従来の方法でアクセスする必要があり回線が遅くなる要因になっていた猛集端装置を経由する認証作業が必要になります。そのため回線速度があまり改善されない可能性があります。 この問題を解決する方法として登場したのが IPv6-IPOEIPv4 over IPv6 という接続方法になります。こちらの仕組みは IPv6 の速度を維持したまま IPv4 規格のサイトへのアクセスを可能にする接続方法になります。従来のように NTT の猛集端装置と ISP、プロバイダーを経由して インターネットに接続するのではなく VNE 事業者を経由して IPv4 サイトと IPv6 に対応したサイトにアクセスする仕組みになっていますボトルネックになっていた猛集端装置を経由する必要がないため回線遅延がなくなり本来のスピードを出すことができるようになりますまた認証も VNE 事業者側に登録された情報をもとに行っているため 認証が不要になります。余談にはなりますが、現在のプロバイダーを経由しないのであれば、プロバイダー費用1300円前後が不要になり、携帯電話のウェブ利用料300円と同じような費用になることを期待しています。ただし、現時点では VNE 事業者がプロバイダーなどへの卸販売しか行っていないため、すぐに価格が下がることはないかもしれません。 IPv4 オーバー、IPv6 はその開発提供している VNE 事業者やプロバイダーによって名前が異なります。そのためこちらの構造や仕組みを理解していないとすぐに IPv6 に変更しようと思う方は少ないかもしれません。例えばビッグローブの場合には IPv6 オプション GMO 特特 BB では V6 プラスというような形で 通信方式によってサービス名が異なりますどのサービス名でも重要な基本構造は変わっていませんので現在利用されているプロバイダー ISP のものを選択するのが一番簡単に IPv6 に切り替える方法になりますもちろんこの機会にプロバイダーを変更しても特に問題はありません IPv6 のメリット、デメリットについてまとめてみましたので、一緒に確認していきましょう。IPv6、厳密には IPv4 オーバー IPv6 になります。の一つ目のメリットは、回線速度が速くなる可能性があります。特に回線混雑の要因になっていた認証や網集端装置を経由する必要がないため、回線自体が少なくとも安定し、回線の混雑解消になります。 2つ目のメリットは IPv4 の IP アドレスには上限がありその上限に達する可能性があるためいずれ IPv6 の通信規格に移行する必要があります。一方で IPv6 のデメリットはセキュリティやプライバシーに関して本来デフォルトの設定やデフォルトの機能になっているものがまだできていないものもあります。時間とともにに解消されていく問題にはなりますが 現時点では少なからずリスクがあるという点は認識しておきましょう。IP アドレスの割り当て方法によっては、個人が特定されやすくなる場合もあります。日々改善されていますので、完全な対策が整うまでは、多少時間がかかるという点も認識しておきましょう。繰り返しになりますが、IPv6 に切り替えることで、回線自体の混雑を解消することができます。 IPv6 に乗り換える人が多いほどボトルネックとなっている部分への負荷が減るため IPv6 に乗り換えない方にも少なからず恩恵をもたらすことができます。そのため IPv6 に切り替える人が多い地域や人口流出が多い地域は回線速度が速くなったと感じる地域も出てくる場合があります。IPv6 に切切りり替替ええるかかないかは 現在の回線状況を判断材料にしても良いかもしれませんそれでは最後に IPv6 に切り替える手順について簡単に確認してみましょう IPv6 に切り替える前に事前に確認すべき点が3つあります1つ目は利用しているプロバイダー ISP が IPv4 overIPv6 に対応しているかを確認する必要があります 最近はほとんどのプロバイダー ISP で対応しています。二つ目は利用しているルーター Wi-Fi ルーターを含むが IPv6 に対応しているかを確認する必要があります。念のため Map-E や DS-Lite にも対応しているかをチェックしましょう。三つ目は利用している端末が IPv6 に対応しているかも確認する必要があります。基本的にはほとんどの端末が対応しています。 ただし10年以上利用している端末がある場合には念のため確認が必要になります。この3つの確認が取れれば、あとは実際の手続きになります。まずは利用しているプロバイダーのウェブページから申し込みをします。簡単な必要事項を入力するだけになります。申し込みが完了すると2日から3日で登録完了のお知らせが E メールで届きます。お知らせが届くと基本的には自動的に切り替わります。 自動的に切り替わらない場合には、ルーターの初期設定で IPv6 を使用しないになっている場合があり、設定の変更が必要になります。以上で IPv6 への切り替えが完了します。Wi-Fi ルーターの設定や Wi-Fi ルーターの正しい選び方については、今後動画で紹介していきたいと思います。以上で大半の人が知らない Wi-Fi が遅くなる本当の理由。 IPv6 への切り替えで解消できるについての説明を終了いたします。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。